アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型アルファード 40K の当店のオリジナル商品、車種別カット済みシートを紹介します。はい、今回紹介します、この車種別カット済みシート。今回は内装、車内のカスタムができる商品になっております。はい、このカット済みシートなんですが、皆さんも一度はご覧になったことはあるであろう。こちらはカーボンシートになります。通常こういったカーボンシートでカーボン調にカスタムしたいなという場合ですね、これを車に施工する場合にはこういった形で切り出したシートをさらにパネルの形状に合わせてですとか、そういったパネルを取り外すなどをして施工していきます。少し広めにカットしてはパネルの奥に巻いたりですとか、そういった作業が一般的です。ドライヤーやヒートガンで温めながら引っ張ったり巻いたりと、そういった作業になります。このいわゆるカーボンシート。こういったシート類を貼る場所の形状に合わせてあらかじめカットしたものが今回紹介するカット済みシートになります。そのカット済みシートですね、こういった実際持っているこのブラックカーボンシートの他に今回紹介するのはこちら、グロスブラックカーボンシートになります。このようにツヤがあるカーボンシートになります。そのグロスブラックカーボンシートを使って実際にカットした商品がこういったものになります。何やら形が複雑な形をしていますが、こういったものですとか、こういったように場所によっては切り抜き、カットの逃げを作ったり、そういった商品になっています。ですから基本的には貼る場所のパネルなどを外すことなく、そのままの状態で貼り込みができる商品になっています。ですからカット済みですので、切る必要はまずありません。それからパネルの奥に巻き込む、そういった作業もありません。車についている部品によってはキックパネルなど、そういったところは取り外して貼り込みする部分はありますが、それ以外は基本的にはこのまま貼り込みができます。はい、こういったシートバリエーションが選べるブラックカーボンシート、グロスブラックカーボンシート、ピアノブラックシート、そしてフォージドカーボンシート、それからカラーシートとしてレッドシート、ブルーシートと6タイプのバリエーションから選択ができるこのカット済みシートを使って、今回はアルファード 40K の車内、こちらにグロスブラックカーボンシートを使って商品を紹介していきます。実際に今ご覧になっていただいたようなそのカット済みシート、どういったものがどういった場所に貼り込みができるものなのか、これを詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで実際の商品なんですが、こちらがアルファード 40K の専用のカット済みシートになります。こちらシートバリエーションはグロスブラックカーボンシートですので、このようにツヤツヤのカーボン調のシートになります。このようにカットされた状態になっているのがお分かりかと思いますが、これがですね、このドアパネルの傷防止シートになります。はい、このように今当てがった状態ですが、この対象部分にカットすることなくこのまま貼れる、そういったシートになっています。ですから通常ですと1枚のシートから、例えばここに貼ろうと思ったらこの形状に切り出さなければなりませんが、フリーハンドでやるにはなかなか至難の技となります。こういったカーテシランプの部分もきれいにカットしていますので、手軽に貼り込みができます。ここはですね、乗り降りの際にどうしても足がぶつかってしまって汚れたり傷がつきやすい部分になります。お車、新車でご購入されるとここに透明なフィルムが貼ってありますが、あれは納車前に誤ってここに汚れがついてしまわないように養生されている状態ですね。要するにぶつけるということですね。なので養生をしているというところになります。日常的に車を使用しているとこういったところですとか、このステップ部分、それからアクセルの横のキックパネル、こういったところ傷や汚れがつきやすいところになりますので、そういった傷防止のアイテム、こういったカット済みシートで商品化して発売します。今お話ししたこのステップパネルですね、フロント側になりますが、このお車はここに純正のフロアマット、こちら取り付けられていますが、例えばこのフロアマットの周りですよね、ここが樹脂剥き出しの状態になっていますが、こういったところの角なども傷がつきやすいところになります。それから一段下がったボディ色になっているこの鉄板部分ですね、こういったところも傷がつきやすいところになります。ですので、このステップパネルはかなり大きな商品になりますが、例えばこういったもの、はい、こういった形状のもの、こういったフロントステップパネルの傷防止ですとか、あとよくぶつけやすいのがこういったミニバン系ですと、このシートの下、
シートレールがある部分ですね。シートレールが高い位置にありますので、ここにパネルが設けられています。この角、ここ、かかとぶつけやすいんですよね。ですので、このパネル全体的にこの前側まで帯状に保護できる、こういった商品も発売します。こういった傷防止ができる商品の他に、はい、例えばドアですが、こういったドアハンドルにシルバーの加色がされたりしていますが、その周りはですね、こういったように樹脂になっています。少し寂しい状態なんですよね。パワーウィンドウスイッチパネルもそうですね。それからこの部分もこういった樹脂パネルになっています。先ほどのドアハンドルに戻りますが、こういった寂しいところ、今回のグロスブラックカーボンシートのカット済みシート、こういった形状で切っていますが、これがドアハンドル、この部分に張り込みができます。全体的な形状はこれでお分かりいただけると思いますが、このスイッチの部分はこのようにカットして切り抜いていますので、スイッチを塞ぐことはありません。さあ、ここに出っ張りがありますが、これ何かと言いますと、インナードアハンドル操作するとき手をかけるんですが、爪が下向きます。そうするとこの内側の下側に爪が当たって傷がつきやすくなります。ですから、これはこのドアハンドルの下に潜り込ませるような形で、ここをカーボン調にしながら、この爪が当たる部分を折り返して保護ができるように作っています。こういったカスタムしながら傷防止も図れちゃうという商品になります。こういったインナードアハンドルのベゼル、それから先ほどのスイッチ。こういった状態でカーボン調にしたらば、このスイッチもですね、統一させたいなという方には、こういったシートメモリースイッチシート、こちらもカット済みで発売します。これはもうお分かりの通り、このスイッチの配列に並んでいますので、このスイッチの上にペタペタと貼るだけなんですが、よーくご覧になっていただくと、この中がこういったように切り抜いてあります。これがこのように貼り付ける場所、表記がありますね。 1,2,3 セットですとか、この表記を隠さないようにカットしたものになっています。ですから、この表記部分ギリギリ出るようにぴったりの位置でカットしていますので、迷わずこのまま上から形状を合わせてペタペタと貼れば、この部分がカスタムできる、こういった手軽な商品です。はい、そういった商品、他にも例えばステアリングですね。ステアリングにもこういったスイッチがついていますが、このスイッチ部分カスタムしたいなという場合には、こういったようにスイッチのカット済みシートがあります。これも先ほどと同様ですね。このスイッチと同じような配列になっていますので、なんとなくお分かりかと思いますが、このスイッチの上にそれぞれ貼れるようにカットしてあります。同じように表示部分もきちんと抜けるようにカットしていますので、これもこの上からペタッと貼るだけになります。これが右と左と左右のスイッチ用で発売しています。あとはスイッチのところのこのパネルですね。ここも上から見るとここ樹脂パネルになってますが、こういったところ同じようにカーボン調にしたりできます。スポークの部分もそうですね。このパネル。ここピアノブラックになっていますが、例えばここピアノブラックのシートで貼れば、このピアノブラック同士で調和が取れるようなカスタムができます。もちろんどちらもカーボン調にする。こういったグロスブラックカーボンシートやブラックカーボンシートでカスタムができる。そういった商品になります。はい、こういった貼る場所の形状に合わせてカットしたこのカット済みシート。今ほんの一部だけ商品とともに施工する場所を紹介しましたが、この後早速ですね、このアルファード40用に発売しましたこのカット済みシートを、このグロスブラックカーボンシートで全ての商品ですね、全ての商品貼り込みして紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで貼り込みが完了しましたので紹介していきたいと思います。今回シートバリエーションはグロスブラックカーボンシートでの紹介になりますが、紹介の中で用途に合わせたシートの選択、おすすめなども紹介していきたいと思います。それではまず社内の商品、グロスブラックカーボンシートで貼り込みした状態全体をご覧ください。
はい、ざっとご覧になっていただきましたがいかがでしょうか。それでは社内の商品一つずつ紹介していきます。こちらはドアパネル傷防止シートになります。冒頭の紹介でもお見せしましたが、そちらを張り込みした状態がこのようになります。はい、カット済みですので、このカーテシランプの部分ですとか全体の形状、それからこのスピーカー周りですね、こういったところもカットしてありますので、このまま張り込みすることが可能です。はい、ドアパネルですね、こういった脂肪ザラザラした凹凸がありますが、この部分に汚れが入ってしまうとなかなか取れにくいんですよね。こちらのカーボンシートですと、汚れましたら水拭きしていただければ汚れを落とすことができます。こういった形でこのドアパネルの傷を保護してくれるようになります。こちらは助手席側になります。このように左右で1台分のセットになります。続いてはフロントステップパネル傷防止シートになります。フロントステップパネル、はい、この部分になります。ここパネルが外れるようになっていますが、この部分をフロントステップパネルとしています。こちらの傷防止シート、グロスブラックカーボンシートで全体的に張り込みした状態になります。ここはですね、バージョン別になっています。まずフロントステップパネル傷防止シート、バージョン1はこの上表面を保護できるものになります。続いてバージョン2、こちらがですね、このアルファードというロゴが入っているこの面ですね。ここはですね、こう足を置いた時につま先がここに当たりやすくなりますので、特に傷がつきやすい部分かと思います。この部分を保護できるようにしています。それからもう一つがバージョン3になりますが、今度はこのステップ部分です。今純正のフロアマットが取り付けられている状態になりますが、パネルのこの面を保護できるものになります。これはこの側面もありますので、こちらは2分割ですから左右で4点になっています。こちらはこのパネルをフルで保護できるようにしていますので、この純正のフロアマットを取り外した場合に、はい、こういったようにここ全体的に張り込みができるようにしたものになります。ですから純正のフロアマットを装着されている場合には、一旦このホックをビスで止まっていますので、このビスを緩めて取り外した状態で張り込みをして、もともと空いている穴、シートもちろん被さりますので、シートごと穴を開けるようにこのビスを再度取り付ける。そうすると、このまま純正のフロアマットが装着できるようになります。はい、そしてもう一つがですね、純正のこのマットはこのままでいいよと。このマットの下は特に貼らなくても大丈夫だよという方向けのバージョン4になります。はい、こちらはこういったようにマットが装着される部分はカットしていますので、張り込みがしやすくなっています。はい、このようにフロントステップパネル傷防止シートはバージョン1、それから側面のバージョン2、それからこのステップ部分を保護できるものが2通りあって、バージョン3とこちらのバージョン4、こういった商品になっています。用途に応じて必要なバージョン、それからバージョンの種類を選択して張り込みすることができます。こちらはリアステップパネル傷防止シートになります。こちらもフロントと同じ構成になります。バージョン別になっています。はい、こちら、この表面を保護するもの、これがバージョン1になります。はい、今セカンドシートをスライドしましたが、サードシートに乗り降りする際にですね、このように大きなステップ部分が出てきますが、ここをどうしても踏んづけて乗り降りするようになりますので、こういった形で保護しておくと、このステップの傷つき、それから汚れを防止してくれます。これがリアステップパネル傷防止シートバージョン1になります。同じく今度はこちらがバージョン2です。フロントと同じように、この立ち上がりの側面部分を保護できるようにしたものですね。ここもですね、やはりステップに足を乗せた時につま先が当たりやすい部分になります。ここをしっかり保護できる傷防止シートになります。これがリアステップパネル傷防止シートバージョン2です。はい、それからバージョン3とバージョン4の商品になりますが、フロントと同じように今、こちらは純正のフロアマットを装着している状態です。このフロアマットを装着している状態のこの周りの部分、ここを保護できるものになります。繰り返しますと、これがバージョン1。そして今ここは貼っていませんが、この部分、貼られていない部分が先ほどのバージョン2になりますので、今度は
このステップ部分を保護できるのがこのバージョン3とバージョン4の商品になります。こちらは今フロアマットを装着していますが、これを取り外すと、はい、こういった状態になります。ここもですね、フロントと一緒ですね。純正のフロアマットの下は貼らなくてもいいよという場合には、この部分がカットされた商品を選択できます。そして同じようにフロアマットを敷くけれども、ここも外した時の見栄えとかもありますので、ここも貼りたいなという方は、この部分別にしております。それがこちらのバージョンになります。ここは少しフロントと違います。この中に来る部分とこの周りに来る部分、こちらを分離していますので、さらにこの部分を貼りたいなという場合ですね。これが今中を貼った部分になりますから、さらにここを貼りたいなという場合には、こちらのこの周りの部分のバージョンの商品をお求めいただきますと、中とこの周りと貼れるとフルでステップが保護できる、そういった状態になります。はい、それからこちらはドアステップ傷防止シートになります。この部分です。ここも傷がつきやすいですね。角になります。そしてこういったステップパネル、樹脂パネル、万が一とても傷がついてしまったり、ひどい汚れになった場合には部品を交換することができますが、この部分は部品を交換するわけにはいけませんので、傷がついてしまったらもうそのままになってしまいます。ですからしっかり保護しておくと安心です。はい、それから今ご覧になっていただいているこのドアステップ傷防止シートですが、試作品になりますのでカーボンの目がですね、逆目になっています。これは市販品は正しい目になりますので、あらかじめご了承ください。ドアステップ傷防止シート、スライドドア側になります。後部座席用です。こちらは前後左右で1台分になります。それからキックパネル傷防止シートになります。今運転席ですが、アクセルの横、はい、こちらの部分ですね。こちらもいつの間にか足が当たって汚れがつきやすい部分にもなります。そういったことからこのキックパネルを保護できるシートになっています。はい、そしてこちらがキックパネル助手席側になります。運転席と助手席左右でセットになっております。こちらももちろんカット済みになっていますが、このキックパネルはですね、パネルを取り外して貼り込みします。こういったようにですね、奥に樹脂ナットのクリップのようなものがありますので、これを回して緩めて取り外すと、あとはこのパネルを手前に引けば外れますので、こちらは取り外して貼り込みします。それからキックパネルと同じように今度はこちら運転席の左足を乗せるフットレストの部分になりますが、センターコンソール側、こちらの側面も同じように汚れがつきやすい部分になります。ここはこういった形でパネルが分離する部分がありますが、そのパネルの形状に合わせてこのようにカットしたものになります。比較的大きな商品になりますが、こうやってみるとですね、全体的にカバーしますので汚れや傷を保護できるようになります。はい、そこからの続きになりますが、今度はシートレールカバーです。こちらもこういったミニバン特有の部分ですね。この部分がとても汚れたりします。それからこの角ですね、ここも乗り降りの際に当たりやすい部分になります。こういったところを保護できるようにシートレールカバーの傷防止シートを発売します。こちらもカット済みですから、一つ一つのパネルの大きさにカットしています。このまま貼り込みができます。パネルを取り外すことなく貼り込みができますので手軽です。同じようにこちらは助手席側になります。このシートレールカバー、それから中央のこのセンターコンソールの部分、これそれぞれで一つの商品になります。左右合わせてそれぞれで1台分になります。こちらはシートベルトバックル傷防止シートです。シートベルトのバックル不意に手放してしまってカツーンと当ててしまうなんてこと皆さんないでしょうか。そういったことからパネルを保護できるようにしたものがこのシートベルトバックル傷防止シートになります。シートベルトバックルが来る部分を保護するようになります。こういった状態になります。また助手席なんかですね、人が乗っていない状態だとこの状態になります。これで大きなギャップを乗り越えたりするとですね、車体が揺れてここにカツンカツンと当たりやすくなります。ですのでいつの間にかこの部分傷がついてますね。そういったことから保護できますのでおすすめです。こ
こちら今助手席側になりますが、運転席側とセットで1台分になります。こちらはグローブボックスシートになります。グロスブラックカーボンシートで張り込みしていますので、全体的にこのようにツヤのあるカーボン調がとてもスポーティーになります。大きな部品になりますので存在感がありますね。カーボンのパーツに変えたようなそんな印象になります。はい、このグローブボックスシートですね、こちらも傷防止を兼ねております。例えば助手席にお子さんなどお乗りになっていて足を投げ出したりするとグローブボックス結構汚れたりしませんか？そういったことから保護してくれますので安心です。見た目もこのようにかっこよくなります。今回ですね、紹介のためにこういったグロスブラックカーボンシートで張り込みした状態になっていますが、この傷防止シートとなっている商品はブラックカーボンシートで張り込みするのがおすすめです。非常に丈夫なシートになっています。それから粘着力もありますので、こういった脂肪、こういったところに張り込みする際にもしっかりと貼り付く、そういったシートになっていますので、見た目はグロスブラックカーボンシート、このようにとてもかっこいいんですが、しっかりとした傷防止をお求めの場合には、ブラックカーボンシートがおすすめとなります。はい、では続いては、お好みで貼りたい場所に手軽に貼り込みして印象を変えられる商品を紹介していきます。まずはドアからいきます。ドアでパッと目につくところはここですね。ドアハンドル、インナードアハンドルの部分になります。こちらの商品は複数貼り込みしていますが、まずはこのハンドル部分ですね。インナードアハンドルシート。このハンドルの上に貼り込みができるカット済みのシートになっています。それからその周り、インナードアハンドルベゼルシートです。そして、運転席になりますが、ここにシートメモリースイッチがあります。ここはシートメモリースイッチシートとして別な商品となります。さらに、インナードアハンドルのこの奥、インナードアハンドルカバーシートになります。ここはですね、爪が当たりやすいところになります。樹脂パネルも傷がつきますので、そういった傷を保護できるようになります。それから、このインナードアハンドルベゼルシート、こちらには工夫がありまして、ここもですね、こういったように、傷防止のフラップをつけています。ですから、ハンドルに手をかけた時に、インナードアハンドルカバーシートとベゼルシートも両方貼ってあれば、爪が当たった際の傷を効果的に防いでくれます。はい、そしてこちらがインナードアグリップシートになります。こちらもですね、同じように手をかけた際についてしまう傷、そういったところを防いでくれます。ですから、こういった側面と、それからこの奥ですね、底の部分、ここに張り込みができるように、この形状でカットしていますから、こういったドアトリム、取り外したりせずに、このままの状態で張り込みができるようになっています。はい、そしてパワーウィンドウスイッチになりますが、こちらはパワーウィンドウスイッチパネルシート、この部分です。それからパワーウィンドウスイッチシート、このスイッチの中の部分ですね。このように商品を2つ分けてあります。それぞれが左右で1台分になりますが、パワーウィンドウスイッチパネルですね、樹脂の状態になっていて少し寂しい状態ですが、こういったようにカット済みのシートを貼り込みすることによってイメージを変えられます。今回グロスブラックカーボンシートですが、お好みでピアノブラックシートですとか、ブラックカーボンシート、それからフォージドカーボンシートなども選べますので、お好みに合わせて貼り込みができます。このスイッチ部分、こちらもですね、スイッチ操作の時に爪で傷がつきやすくなりますので、傷防止も兼ねています。はい、それからもう一つ、こちらも樹脂になっていた部分で寂しかったんですが、こちらもカット済みのシートを発売します。そしてさらにここはですね、ドアを閉めた際にこういう状態になりますので、この後紹介しますが、このエアコンダクトの部分とつながるデザインになりますね。そうすると、エアコンダクトシート、貼り込みされた場合にはですね、こちらの部分も同時に貼り込みすると、こういった統一感が図れますので、おすすめになります。はい、それからドアの商品は、このドアガーニッシュシートですね。この部分にグロスブラックカーボンシートのカット済みシートを貼り込みしています。カット済みですから、ガーニッシュを外さなくても、このままの状態で貼り込みできます。長さもカットすることなく貼り込みができるようになっています。はい、それからこのガーニッシュも、はい、ダッシュボード側にもこのように続いてありますので、ドアガーニッシュシートとダッシュガーニッシュシート、どちらか一方ではなくて揃えて貼り込みすると統一感が図れます。
はい、今紹介しましたエアコンダクトシートになりますが、こちら運転席になっています。このエアコンダクトシートはこの大きな部分ですね、まずこの本体の部分と、それからこのルーバーの部分のこの広い部分ですね、それからこのつまみの部分、これらが一つの商品になります。そしてもう一つ、少し分かりにくいんですが、ここに細いライン状があります。動かすときちんとこのシートが張り込みできるようになっていますが、この細いフィンの部分ですね、この部分はまた別な商品になります。ですので2つの商品を張り込みした状態がこの部分になっています。この細いフィンの部分はですね、シートを変えてアレンジできるように、例えばレッドシートなど、そういったことができるように別に分けた商品になっています。こちらは助手席側になります。同じようにフィンの部分にもグロスブラックカーボンシートを張り込みしています。それからダッシュ側に主シート、助手席側はこのようになっています。先ほどの運転席側は短い部品になりますが、助手席側はこのようにですね、長いガーニッシュになっています。ディスプレイオーディオの裏側まできちんと張り込みできるようになっています。はい、それから運転席でも紹介しましたが、このまま続きでドアガーニッシュに行きます。張り込みする場合には合わせて張り込みしていただくと統一感が測れます。助手席側のエアコンダクトとこのドアの部分も一緒ですね。こういった状態になります。ドアの商品もう一つはこちら、インナードアミラーパネルシートになります。ここもですね、常に目につくところになりますので、単なる樹脂パネルよりもこういったように張り込みしておくととてもかっこいいですよね。しかもカット済みですから、このまま外すことなく手軽に張り込みができる商品になっています。はい、では続いてはステアリング周りになります。こちらも複数の商品で構成されています。すべての商品をグロスブラックカーボンシートで張り込みした状態になります。一つずつ紹介しますと、まずはステアリングスイッチシート、こちらは動画の冒頭でもお見せしたものになりますが、実際に張り込みした状態がこのようになります。このスイッチの部分に張り込みしています。こういった表示部分、こういったところきちんとカットしています。反対側も同じようにカットした状態になっています。ですからこのまま上からペタペタと張り込みするだけになります。とても手軽です。はい、このステアリングスイッチシートですが、こちらの車両ヘッドアップディスプレイが装着されていますので、静電センサーになっています。このまま張り込みした状態でもきちんと機能しますので安心してください。はい、それからこちらがステアリングパネルシートになります。ステアリングパネルシート一つずつ分かれています。まずこの中に張り込みできるもの、これがバージョン1になります。そしてその周り、この部分ですね、これがバージョン2になります。それからこの上側ですね、このパネル、少し大きめなパネルになっていますが、この部分がステアリングパネルシートのバージョン3になります。グロスブラックカーボンシートですとこういったツヤがあるのでとてもかっこいいですね。はい、それからこちらがステアリングエンブレムインナーシートになります。こちらもこの形状にカットしたものになりますので手軽に張り込みができます。選べるシートバリエーションからお好みのシートでぜひ張り込みしてみてください。はい、そしてステアリング最後になりますが、こちらステアリングガーニッシュシートになります。ここはですね、茶色系の加色がされていた部分ですが、統一できるようにこういったように商品化しています。そしてこの部分もこういった細いパーツになりますので、商品分けてありますから、例えば今回のようにグロスブラックカーボンシートだけれど、ここは違うシートを張り込みする、ピアノブラックシートもいいですね。そういったように分けてカスタムできるようになっています。こちらはプッシュスタートボタンシートになります。プッシュスタートボタンの上に張り込みができるように、表示部分をこのようにカットした状態です。もちろん周りもカット済みになっていますので、スイッチを外すことなくこのままの状態で張り込みができます。それから今こちらは純正のままになっていますが、この周りプッシュスタートボタンベゼルシートも発売しています。ここは後ほどカラーシートを使った張り込みの状態を紹介したいと思います。ディスプレイオーディオ周りになりますが、まずはこのディスプレイオーディオの両サイドにありますガーニッシュ、ディスプレイオーディオガーニッシュシート、こちらはこういったダッシュガーニッシュシートですとか、先ほどのステアリングガーニッシュシート、
こういったところと同じブラウンの加色がされています。その上に張り込みができるように発売しています。ここも細いラインになりますので、シートを変えて差し色のカスタムなんかもいいですね。はい、それからディスプレイオーディオの下に行きますと、センターエアコンダクトがありますが、このセンターエアコンダクトシートがあります。こちらも先ほど紹介したこの運転席と助手席のエアコンダクトと同じように、エアコンダクトのパネルの部分、それからこのルーバーの部分、つまみの部分、2箇所ですね。これで1つの商品になります。そしてさらにこのフィンの部分、この細いところですね。ここでもう1つ別な商品となっています。構成はですから両サイドのエアコンダクトと一緒ですね。ここにも同じようにシートを別にしてアレンジすることができます。はい、こういったようにエアコンダクトパネルに張り込みすると、この下にちらっと見えます、この USB ポートも揃えたくなりますよね。ですので、この USB ポートの部分もカット済みで発売します。そうすると、こういったように統一感があって、とてもかっこいいですね。もちろん別商品ですから、単独でこの部分だけ張り込みできますし、ここがグロスブラックカーボンシートですけど、目立つようにレッドシートを貼るなんてこともできます。それからもう一つがこちら、ハザードスイッチシートです。ハザードスイッチの形状、それからこの表示部分、きちんとカットしています。はい、続いてシフト周りになりますが、このシフト周り、先ほどのエアコンダクトもそうですけれども、このアングルですね。グロスブラックカーボンシートを張り込みしたこの状態、ザッキーとても気に入っています。このシフトパネルシートは、もともとここはピアノブラックのパネルになっている部分ですね。そのピアノブラックのパネルになっている部分へ張り込みができるものになっています。ですから、これ奥にもちゃんとこういったようにカーボンシート貼れるようにこういった形状でカットしています。それからもちろんこの蓋の部分ですね。ドリンクホルダーの蓋の部分。そしてこのシフトの部分の立ち上がり、こういったところも張り込みできるようにカットしています。これがシフトパネルシート。これとは別にシフトパネルガーニッシュシート。この部分ですね。この車の場合にはブラウン系の加色がされている部分ですが、このガーニッシュにもこのようにカット済みで張り込みができるように別にしています。それからシフトインジケーターシート。こちらも別になっています。ここもカット済みですので、シフトロック解除ボタンがあるこの目くらぶた。こういったところですとか、この表示部分きちんとカットしています。はい、それからこちら各種スイッチシートになりますが、別商品になっています。それぞれ別々になっていますので、例えばホールドボタンシートですとか、トラクションコントロールオフスイッチシート、そういったように別々になっています。すべて揃えて張り込みするとこういった状態になります。それからこちらがルームランプパネルシートになります。この状態で1台分のセットになります。グロスブラックカーボンシートですので、こういったツヤのある状態ですが、ツヤのあるカーボン調がとてもかっこよくなります。こちらもシートバリエーションを選択すると、ピアノブラックシートなんかもおすすめですね。カット済みですので、もちろんパネルごとに分割しています。サングラスホルダーもきちんと使用できます。それから各種スイッチの部分もこういったようにカットした状態ですので、このままの状態で張り込みができます。張り込み時、上を向いて張り込むようになりますけれども、可能な方はですね、こちらパネルを取り外して張り込みすると張りやすくなります。手元に持ってこれますので。クリップ4箇所で止まっていますので、下側に引っ張るように取り外すことができます。パネルを取り外す際には自己責任でお願いいたします。心配な方は、そのままの状態で張り込みできますので、このままの状態で張り込みしてください。はい、それでは今度はカラーシートのレッドシートを使ったアレンジを紹介したいと思います。ですので、先ほどのグロスブラックカーボンシートを貼った状態、他の部分を貼った状態で、対象の部分はレッドシートに置き換えて張り込みした状態になります。今この状態で赤く見えている部分がその部分になりますが、シートバリエーションを変えることによってこういったアレンジができるという例で見てください。赤くする商品限定ではありませんのでご了承ください。ですからこの部分ピアノブラックシートなんかも良さそうなところも出てきます。
はい、では一つずつ紹介します。まずドアになりますが、こちらのドアガーニッシュシート、こちらをレッドシートで張り込みしています。光が強く当たっている部分は朱色っぽく見えますが、肉眼で見ると赤色のシートになります。はい、続いてこちらザッキーおすすめになります。エアコンダクトフィンのシートになりますが、このように細い部分ですね、ここに張り込みをしています。ここはですね、このフィンの部分、張っている部分はここだけはこういった樹脂の状態になっていますので、こういったレッドシートですと張っている部分が分かりやすくなりますが、ここピアノブラックシートなんかもツヤのあるブラックになりますのでおすすめです。同じように中央のエアコンダクトフィンの部分にもこのように張り込みができます。それからハザードスイッチですね、こちらレッドシートで貼ってみました。レッドシート張り込みするととても目立ちますので、ボタンの位置が分かりやすくなりますね。こういったこともできます。それからこちらが助手席側のエアコンダクトのフィンですが、先ほど紹介したドアガーニッシュの部分のレッドシート、こちらはですね、ドア以外にダッシュボード側も張り込みするとこういった状態になります。こちらもレッドシートに置き換えて張り込みしています。それからこの細いライン部分はディスプレイオーディオのモニターの両サイド、こちらにガーニッシュがあります。こういったことができます。ブルーシートもありますので、差し色で青を使うということも可能になりますね。それからプッシュスタートボタンのベゼルです。この周りの部分、ここにレッドシートを貼り込みしています。このプッシュスタートボタンのベゼルもですね、レッドシート鮮やかになりますので、ワンポイントでおすすめですね。はい、それからグロスブラックカーボンシートだと分かりにくかったんですが、ダッシュボードのエアコンですね、ダッシュエアコンダクトベゼル、こちらもレッドシート張り込みするとこういった状態になります。もちろんカーボン調もいいんですが、模様が少し幅が狭くなるので見えにくくなりますので、こういったカラーシートですとかピアノブラックシートがおすすめですね。ステアリングガーニッシュシートにもレッドシート張り込みしてみました。こういった状態になります。はい、それからシフトパネルガーニッシュシート、こちらもレッドシート張り込みしています。赤になるのでシフトパネルとの境目も分かりやすくなりますので、どういった範囲に張り込みされるかがお分かりいただけるかと思いますが、蓋を開けるとこの部分まで張り込みできるようになっています。ですからこの部分、シートを置き換えるとピアノブラックシートにするとツヤありのブラックがこういった状態に張り込みできるということになります。はい、今回の動画、新型アルファード 40K 専用のカット済みシート、車内の商品を紹介しました。いかがだったでしょうか。今回紹介しましたこちらの商品は、当店のホームページオンラインストアで購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひ商品ページをチェックしてください。通信販売でご購入いただきまして、 DIY で手軽に張り込みができる商品となっておりますが、どうしてもカスタムはしたいけれども張り込みに自信がないな、失敗そうだな、そういったご心配のある方、もちろん当店での作業も受けたまわっております。その場合でも同じように商品ページからご購入手続きをお進めください。配送の選択というところに店舗取付商品という項目がありますので、そちらをご選択ください。そうしますとこちらから工賃を含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。内容をご確認の上、お振り込みという運びになります。ご入金の確認が取れましたらば、再度こちらから作業の日程のお打ち合わせのメールを送らせていただいております。当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もこういった車種専用のオリジナル商品、新商品は発売しましたらば、このアクアチャンネルで随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。